チャラシクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと前の動画で試作サンプルを作った黒いナップサックがあったんですけど、あれショート動画でお送りしたと思うんですけどね、ちょっとそこからちょっと間違えましたね。私なんとマチを20センチで作っちゃったのがちょっと大きすぎるんですよね。 いくらなんでも20センチはちょっとよっぽどじゃないとっていう感じで、背中に背負うタイプなので15センチに今回変えました。それと同時にね、縦もね5センチ短くしたんです。そしたら出来上がりが点々点っていう感じで、もうプラス5センチ、やっぱり元のままの5センチ長かった方が良かったんじゃないか、削らなくても良かったんじゃないかと思うのをちょっとお送りしたいと思いますね。で、その他にちょっと2つの箇所でね、お伝えしたいこともあったので、先にそちらを言って最後に比べてみることにします。5センチ長いのと短いのとでどれぐらい違いがあるのか、そんなに違いがないのか、いやあるんじゃないか、どちらがいいのかとか、そんなお話ですね。じゃあちょっと行きます。ちょっと今日ね、最初の方は写真で後の方が動画になるんですけど、これなんかいろんな色出てますよね。これ実はですね、キルトのね様子をちょっとお伝えしようと思ったんですよ。販売するとか商業利用するときにね、さすがにね、上糸も下糸も黒なら黒でやるとか、まあそういう感じなんですけど、ただ裏って見えないんですよね。で、これサンプルだったってこともあるんですけど、糸調子さえしっかりしていれば表に出ることがないんです。だから、この際ですね、ボビンの余っている下糸を、上糸で使わなきゃいけないんです。こっちから。これ裏側なんですけど、ソフト圧陣が敷いてあって、表っていうのは裏側なんですね。ということは、下糸が黒じゃなければいけないんですよ。今日作ったの黒ですから、真っ黒ですから。そうすると、下糸は黒で固定なんですけど、上糸はいろんな色の余っているボビンを上糸のところに乗せて使うっていう、前なんかちょっとご紹介したことがあるんですけど、そういうやり方でやったんですよね。だから面白いことに、なんかカラフルにいろいろオレンジが出てきたり、黄色が出てきたりとか、ブルーの薄いのが出てきたりとかするんですけど、糸調子をきちんと合わせてあるんで、表にはね出ていないっていう感じなんですよね。まあサンプルなのでそういう風にやったっていう、ちょっと裏話みたいなのをお伝えしたいと思って、なんかそういうサンプル作るぐらいだったら、そんな感じでね、糸の整理というか、そんな感じをしてみてもっと思いました。ね、もう一つしたいお話がありまして、この裏地に使った、一つ前の動画でもなんかポケットつけた時にちょっと出てきたんですけど、あれがですね、これね、濃紺なんですね、これね。この光の当て具合でよくわかりますね。黒じゃないんですよ。それなのに、なんとなんですけど、販売してる生地屋さんが黒と書いてあったんですね。それでネットなんで、これたまたまネットだったんですよね。黒く映ってたんで黒だったんですけど、やっぱりね、黒と比べると濃紺というのが分かります。これ次のでね、もう本当歴然、どういう風に見ても濃紺ですよね。これですね、濃紺も本当に黒に近くて、濃紺だけ見ると黒かなってやっぱ思うんです。だけど黒と比べるといかに紺なのかっていうのが分かって、思うんですけどね、なんか柄物で、これなんかバラの花ですよね。バラの花なんかの柄物で白と黒っぽいコントラストを効かせるときに、黒を使うことよりも濃紺にも含めて紺の方が多いんじゃないかってちょっと思ったりもするぐらい多いです。白とのコンビの時に濃紺が使われること多いなって思いましたので、ちょっと調達するとき疑ってかかるといいですよね。もう私の場合はもう説明のところに生地屋さんがもう黒って書いちゃってるから、黒字かける白みたいな、なんか黒と白って思いっきり書いてたんで、もうしょうがないんですけど、やっぱりね、例えば光の具合かちょっとしたことで紺ってね、白っぽく映ることがあるので、いくらネットであってもちょっとなんか明るいなって思ったら質問をすることですね。これ本当は濃紺なんじゃないですか、一度よく見てくださいとか、なんかそういうお願いをして、ああしまった、そうです濃紺でしたわーなんて言うかもしれません。やっぱ暗いとこで見てたりすると、どんなそのね、本当生地屋さんとかってプロですけど、そういう人たちでもね、なんか見間違っちゃうんだなと思いました。普通の紺と全然違ってもっと濃いんですよね。だから余計ですね、まあそういう紛らわしいことがあったということで、もう私はもう容赦なくサンプルだし、黒と濃紺だけど組み合わせちゃいましたけど、こんなに違うんですねっていうことですね。まあこれも興味深いお話として、ハンドメイドバッグ作る時だけじゃなくって、洋服を選ぶ時のご参考にもなればと思いました。
はい、ということで2つの、ね、ちょっとご紹介したい、お伝えしたいことが終わりましたので、最後にね、あの5センチ違いのちょっと出来上がりを見てみます。今回ですね、新しく作った方がこれなんですけど、あのマチはやっぱり15センチでいいと思います。20センチ大きすぎます。なんか背中にね沿わないんですよね。あの何も入れてない時とか、何か入れた時でもちょっとね、あの良くないです、沿いが。なので15センチ、10センチでちょっと足りないかなと思うと、やっぱりなんかそのボリュームあるもの入れても15センチですね。こんな感じで、前のやつがねちょっと巾着袋に変えちゃったんですけど、この紐がねなくて、この分がこれを移動したんですよ、こっちからね。で、紐の長さ多分いいです。で、マチが狭まったことでちょうど良くなりました。前ちょっと足りないなと思って、それが150センチと型紙でやったのが、まあいいでしょうって感じですね。調節もしずにっていう感じの使い方になるので、なんだけど、そのマチがこの20から15になったのは合格 OK で、でこの高さがね5センチ実はね縮めてます。だけど前の方がいいなと思いました。まあ、そういうこともあるんですね、検証で。前の方がもっと縦が長く、5センチ違うだけでだいぶ違うっていうのはここで分かってもらうと思うんですよね。これいい例だと思うんですけど、こういう風に並べると分かりますか。これ5センチだけ縦の長さ違うだけなんですよね。でもだいぶ違いますよね。こっちの方が大きいです、大きく当たり前なんですけど、ゆったりしてますよね、やっぱバランスで。そうするとマチは変えたものの、縦の長さはあのちょっとそのままじゃなきゃいけなかったということになるかな。なのでもう一度5センチ伸ばしたものでいくということになりまして、まあ、それが試作ですね、これね。まあ、こんな感じで、で今回中はあの前の時はムジムジだったんですけど、もうバラの柄になったのがちょっとね違いますね。こういう感じですね。ポケットのあの前ご紹介したビシッとなったよっていうのはこんな感じでなりました。ビシッとなってますね、やっぱりね、中でね、こういう風ですね。使ってる最中のポケットの感じというか、という試作でしたね。はい、ということでね、ちょっと迷ったりもするんですけど、やっぱりね5センチ違うだけでだいぶボリュームというか、なんか大きさがねぐんとちっちゃくなっちゃうんだなって思ったので、なんか右側ハマグリみたいですよね。左側の方がやっぱりね、あのと5センチの違いは結構目に見えてくるなという感じになります。よく話してるのは 2.5 センチとかだと、あの結構ね型紙の単位で私分かりやすく削ったりするんで、だいたい 2.5 センチ単位であの変えるんですけど、一番その目に映る 2.5 センチだけ短くするとかはあまりなくて、結果的には5センチで上下するんですよね。その方がぐっと変わるもんだから、見栄えが。その例ですよね、これね。5センチを縦をね、あの左側が長かった方の前のやつで、今回そのマチを20センチから15センチにすると同時に、あのなんか縦もね5センチにしちゃったんですよね。だけど左の方がいいなとちょっと今思ってます。ちょっと迷うんですけどね。そうすると紐がちょっとまたきつくなっちゃうかなというのとか、いろいろバランスを考えながら決めていきたいと思いますけど、まあ、何かのご参考になればと思います。5センチっていうのはすごくあの劇的に変わる目安になるよっていうあのサイズですね。そういうお話でした。ありがとうございました。